こんばんは。やばい、えーちゃん鼻に切った前髪がついてるの見えるわ。やばい。さっき前髪邪魔で切っちゃった。こんばんは。ちょっと待って、リップ。めっちゃ誕生日仕様になっとる。そう、さっきね、前髪がね長すぎて邪魔で切ったんよ。したら鼻の上に前髪が落ちてしまって、切った前髪が、それでほら。まだ誕生日じゃないよ、誕生日間近になったって。そういえば3日前ぐらいにこんな感じ。誕生日おめでとうの定型文増える。たのまま。前髪が。誕生日3日前だ。そう、もうすぐ誕生日。そう、カラコンなんですよ。でちょっとメイクがね、もうだいぶ落ちてるんですけど、いつもより濃いんですけど、プライベートだの時でちょっと今日は試しにやってみただけって。でもちょっと色合いが自分は気に入ってないけ、また挑戦するんですけど、これはこれでこういうのもあるから、こんな感じ。今日緑じゃないよ、目はグレー。しかもパラコン入れないわ、アイラインが。ギャルモじゃないよ、ギャルじゃないよ。グレーだよ。その普段はアイドルの時はね、もちろんやらないんですけど、たまにやってみたくなったあれですね、今日。だからちょっとたまにのあれを楽しんでみてください、今日は。そんなあの、前髪ね、なんかギャルもしてみる。このギャルメイクがどんな感じかもわかんないんだけど、多分ギャルメイクするんだったら結構黒目でボンってでかくなるカラコンを買ってやった。韓国み、そう韓国み。でもね、もうちょっと自分の理想があったけ、また仕事じゃない日にやるかも。仕事の時は基本カラコンしちゃダメだから、あれだよ。でも朝夕方ね、お外ね出れたよ。夕方、お昼出れなくなっちゃったんですけど、雰囲気変わる？嘘、カラコンで変わるんだろうな。普段全然してないから、カラコン。しかもグレー初めて、人生で。いつもねナチュラルだね、茶色。そう茶色も。カラコンしてませんって言い張るの、私バレたときビビる人なんでやらないです。あ、お話し会はやっていいんよ。お話し会とか、まあ、ショールームとかは家だけやっていいけど、そのなんか撮影の時とか公演の日とかやっちゃいかんけ、自分はそういう日はもうバレんようなやつでももう怖い、バレるのが怖いってやらん。ビビりだけ。
赤とかピンク。自分はグレーと茶色系としか持ってないかな。こんばんは。オッドアイみたいななんかあれじゃない、コスプレとかするときにやるんじゃない。コスプレ用のカラコンとかあるじゃん、もっと目がの色が本当に変わるみたいな、アニメみたいに。そういうやつやったらあるかもね。誕生日おめでとうってまだだよ。そう、誕生日仕様になったらさ、めっちゃ今が誕生日みたいになってる。カラコンしとるよ。そうそう、テーピーも忘れてる。あ、そういうことか。押してしまいそうになるけ、間違えて押しちゃっとるのかもしれない。わかる。そう、最近しとる。そう、本当はね、もう全然ダメって言われなかったらナチュラルなやつしたいんだけどね、ダメって言われてるのでしてないよん。仕事中は本番は。ネイルはね、ほんとね、してない。ネイルはね、ダメやからね。もう何年前やろ、ネイルしたの大人に見える。ほんと今日はじゃあ楽しんでもろって。そう、こんばんは、ねむこちゃんじゃん。やっほー。プライベートいいよ。プライ、あー、ネイルか。でもさ、プライベートでさ、ネイルさ、するじゃん。でもさ、また次の日仕事あったらさ、抜けないかんやん。除光液で。だから、だから、そう、それがめんどくさくて、やらん。ネイルって、なかなか抜かんからさ。ねむこちゃんこんばん、こんばん、みんながこんばんは。ショールームいいよ、やっても。今日一日限定ネイルした。抜けたの、それで遊びに行ったん、誰かと、誰かとっていうか友達とかと。いいの、いいにゃ。こんばんは。ネイルするのか。そう、みんなするんじゃないかな。学校ネイルダメやろ。自分の学校もダメよ。遊んだよ。遊ぶときにさ、のためにネイルするってすごくない？でも結構しとるよね、ねむこちゃんって。てか、なんで私と遊んでくれないの？なんで私と遊んでくれないの？福フェス、私も発表見た。 STU ももちろん出るんかな。すごいよね、開催するって。すごくない？しかも四国よね、その香川県。すごい。こんばんは。なかなか、なんか四国でフェスっていうのはさ、まないことはないけど、あんまりないじゃん。まあ、大体東京とかだから、だから嬉しいね。すごいよね。わかんない、誰が出れるんだろう。
あんまりないよね。え、確かに出れたら嬉しいけど、どうだろう。香川なら行こうかな。ぜひぜひ。まだわかんないけど誰が出るのか。かわいい、ありがとう。カラコイのグレーだ、グレーだよー。まあみんなからしたら新鮮よね。だって普段カラコンそんなしないもんでもね、私ねむこちゃんの前ではね、だいたいコーチ帰るときカラコン入れてるから、そんな違和感ないと思う。分からんけど、カラコン入れとることに気づいとるかも分からんけど。モモフェスあいつ、モモフェスあいつかな。おとはれ、あ、フェスとはれか。フェスとはれ、フェスとはれさ、イントネーションが難しくて前めっちゃ練習しとったことある。なんかフェスとはれみたいな、気づく気づいてたのね。いつもさ、昇格ツアーの時さ、自分がそのそのステージの日の場所の名前、うん、フェスタハレお越しの皆さんみたいな感じで言っとったっけ。そう、普通気づく、今日のは気づくと思う。なんかさ、気づきにくい。いつもさ、なんだっけ、私本当にバレンみたいなカラコンも好きで、それは気づかれんけど、もう本当コーチに帰る時とかバリバリつけとるから気づかれると思う。グレー分かりやすいでしょ。私韓国の見た目が好きなので、結構韓国メイクが勉強中です。今日は前髪が目に入る。カラコン入れるのめっちゃ大変。普段入れとる？遊ぶ時とか、私が気づいてない。逆に逆に私が、リップも韓国。でも自分もね、これね、多分韓国よ。リップ、自分が使っとるリップ、なんて読むんだろう、これジューシージューシー、どうちゃら。一回入れた時にめっちゃ時間かかってみた。ああ、私さ、カラコンをね、みんな前言ってたと思うんですけど、カラコンをリコチに入れても、あ、カラコンじゃないカラコンじゃなくて、あのあれ、コンタクトをリコチに入れてもらっとったんよ。もう本当にコンタクトが入らんで、本当に難しくて、もう何分に入れても入れてもすぐなんか入ってこずに出てくるよね、コンタクトが。だからリコジにもう初期の頃はこうやって目開いて入れてもらってたんですよ。そう、でももうめっちゃね、慣れたらね、いけるよだからもう本当に超不器用な私でも、もうね、慣れればいけるって感じ。もうでも最初は本当にね、イライラする、入んないじゃんって感じ。もカラコンも、カラコンの方がむずいよ。しかもなんかコンタクトの方が入る。えりこちプロ、本当に人のつけるとかもなかなか難しいと思うのに、なんかもうなんかさ、もうコンタクト入れれんとさ、メイクが始めれないから、もうやばくて初期の方。そうもう初期にね、困りすぎてどうしようってなりまして、もうほんと助かってました。コンタクトを他人に入れてもらう人でもさ、
なんかメガネでさ公園出るわけにはいかんや、もうどうにかして入れなきゃいけないってなった時にコンタクトを、もう誰かに頼るしかないってなったよね、その時の私は。そう、いやもう今は全然コンタクトでも、なんでリポチだったの、なんかすっごい変なお願いじゃん、えコンタクト入れてくれんっていう変なお願いじゃん、だからなんかリコチは受け入れてくれそうみたいな。でこの間リコチ言ったよ、私リコチにね入れてあのコンタクト入れてもらっとったよねって言って笑ってた、この間。そう、なんか変なお願いも受け入れてくれそうだなみたいな。そうし、なんか手が器用だからリコチって、絵とかがうまかったり髪巻くのうまかったりメイクがうまかったり手が器用だからみたいな感じでね思いました当時。私は中学校の2年生ぐらいから急に目がだんだん悪くなって、で中3はコンタクトしてなかったんだよね、多分もうしてないまま悪いまま出てたのよ。メガネのまま公園がダメかは知らんけど危ない、多分のくし途中で、しかも誰かの手がボーンって当たった瞬間もうメガネがボーンってなると思うので、そう、そう、だから私はそう中学校時代は目がそんな見えてもないままコンタクトもつけずに生きてたんですけど、中3の終わりぐらいかな、やっぱこの活動するってなってコンタクトにして、そう最初なんかコンタクトを許されなかったんですよなんか私が目が悪くなったのは、なんか私が夜中にアニメ見てたからだって怒られて、でそう、それででもうちんくパパがめっちゃ目悪くてママがめっちゃいいんですよ。で私の目はもともとママの方の遺伝って思われとったんだけど、結局どこの遺伝か分かってなくて、なんかもう目のさ多分悪くなるの遺伝は多分もうパパの方を受け継いでる気がするのよだから今はもうこの目はきっと遺伝だよっていうことにしてるからであのコンタクトにしてもらえたんですけど、いやママにね、ママでもまあ確かに夜中にアニメは見た、暗がりで確かにそのアニメのせいではある、うん確かに、でも目が悪くなる遺伝子は持ってるはずって勝手に決めてますあのそれだからといって誰のせいとかじゃないよこれは全然、逆にもう今はコンタクトとカラコン自由自在に入れれるぐらいになったんでね、え分からん、でもさめっちゃさ暗がりでさゲームしとる人がおって、中学校の時もう本当に毎日のようにゲームしてるみたいなこと言っとって、目が超いいの、そんな人もいるんだと思ったよねその前に気をつけろって感じなんだけどね、自分がアニメを暗がりで見るなって感じで、これには事情もあって、昔早く寝ないと親が怒るみたいな、でママがすごい見張りに来て、それで私はいやまあ当たり前、早く寝るのが当たり前なの、当たり前だけど、ももはアニメが見たくて、だから暗がりで見てたの、バレんように、電気つけてたらバレるからもう本当にね、もう来るんですよ、もう起きてないか確認してくるんです、小学校の時に。もうでもその時なんだっけ、子供のおもちゃのアニメにドハマりして、小学校の私は
でもそれのが何話あったっけな、100話あるあれ、100話とか50、100話かあれ、100話あれを本当に見たすぎて見てたんですよ。うん、そう、見てました、小学校6年生の私は。電気つけてアニメ見ても目悪く、変わらんの。変わらんの。そう、早く寝なさいって感じだけどね。テレビとの距離、あー確かに、なんか今携帯だからちっちゃいから近づいて見ちゃうっていうのもあるよね。もう私はもうカラコン、コンタクトはもうすぐつける。見て、あ、そうだ、私コンタクト新しいのにしたんよ。これここにあった、私がつけてるの。じゃん、お揃いの人いないかな、お揃いの人いる。なんか前まで潤いプラスみたいな、潤いのおちゃらみたいな、なんだっけなみたいなの使っとったんよ。でもな、もう目が乾燥しすぎて、自分は仕事の関係とかでも朝から晩までつけとくことが多いので、ちょっとね、ちゃんともう潤いがいっぱいあるやつにしました。そう、ツーウィークなのか、オンカワンで使ってるわ。コンタクトしないの。え、コンタクトしてないのか。目いいの、メガネ派か。いいよね、メガネ。わかるよ。私もメイクとかしなかったらメガネあるかな。みんなメガネだった。私もでもメガネ使っとるよ、黒縁メガネも。でも仕事の時はやっぱ使わんといかんや。私のあれが2.5。ちょっとね、2.5、個人情報なんこれ。プロクリア1で 2.5 って言っても、私ね、両方同時ぐらいに悪くなるんだよね。なんか片方が何点何、片方何点何みたいな、じゃなくてもう両方同じ同じずつね、悪くなっていくんですよ。なんでやろうね。コンタクトめっちゃ乾く人、目がもう乾燥して、そう、もん、まあこれはバレても何にもならん。そう、個人情報 2.5、 私の 2.5 です。でもね、本当に 2.75 ぐらいになってる気もするんだけど、バランスよく使って、なるほど、ある意味バランス、え、珍しいの両方一緒って。だからね、コンタクトを買うときに右と左もないし、もちろんカラコンも、だから楽、買うのは楽、本当にそういう良さはあるよね。でも両方悪すぎてしんどいよね。こんばんは。でもやっぱまだ鼻に毛がついてるわ、前髪が。そんな近づかんかったらバレんよね。視力測ることあるよ。でもこの間測ってないかも。
ファンの子かなんか見えるんじゃん。こんばんは。あ、そう、私今日可愛いものゲットしたんですよ。毎日毎朝確認してコンタクト入れて、すごい C のやつ、ランドルト缶、知らんかったC としか思ってないな。あー、私が今日ゲットしたのはじゃーん、おぱんちゅうさぎ。かわいくない？これね、配信じゃ見せれないんだけどね、進むんよ。あーあーあー、てぃ、やっぱ手の上じゃ進んでくれへん。これか。あ、まだ進まないで。秒で落ちた。難しかった。でもあんな風に動いてくれるの、これは可愛いよね。ファミマで見つけたの。なんかいろいろあったよ。ランダムだった。トナモートのキャップ。え、これでも大人に人気ないよ、このキャラクター。多分そんな子供ってより大人の方が好きなイメージが勝手にありました。おパンチおパパパみたいな歌が。くじじゃないよ、なんかね、ランダムでなんだけど、ファミリーマートに売ってる。他のやつも動くよ。あとアルマゲットしたファミマ、あ、コンプはしないよ、これだけ。あとは、あ、ちいかわのももんがちゃんのなんかあのスイーツみたいなあるじゃん、あれ何、パンとチャラ焼きみたいな形のあれはゲットできたけど、ちょっとまだお腹空いてないから後で食べるかな。ああ、カスタードとかの、そうだよ、大判焼きみたいな形のやつ。会社であるとかで買ってる。まんまる焼きっていうの、まんまる焼き。そう、ももんがが一個あって、あ、そう、シールもついとるらしいよ。でも食べる時じゃないとさ。あ、そう、今日いろいろね、そうしようと思いつつも忘れてきたかな。なんかね、美味しい飴買ってきたんだけど、美味しい飴って言ったらみんな知ってると思う。あのさ、糸引き飴あるじゃん、糸引き飴。わかる？なんか駄菓子屋さんにさ10円くらいで買ってさ、引ける、なんか引いたら飴が出てくるみたいなやつ知らない？くじのやつよ、懐かしい？あれ糸引き飴みたいなやつよ。
待ってどこ行ったんだろう。私あっちの部屋に置いてたから待って。いやない、取ってくるね。何ねふこちゃん寝落ちになっとるよ。なんかね、そういうのも欲しいになるの多いよね。うん、値段見えちゃう。なんか駄菓子屋でそうやってやってるのとはちょっと違うんだけど中身は一緒。じゃーん、糸引き飴。めっちゃ砂糖下めっちゃ砂糖の塊なんだけど下が。見て、こういうの見たことない。あれなのかな、私がたまたまさ高知のさイオンでさ、今はないかもしれないんですけど、あのさこの糸引き飴さあったんだよね。いつもえねむこちゃん食べたことない。あのさ高知のイオンさ、前はさ前の方のなんて言ったあの新しくなる前の時の駄菓子屋さんあのたこ焼き屋さんの横にあったやつ。待って、私一つくださいって書いてる。ローカルな話でございます。めっちゃあった。知らん。なんかやっぱそのさ地域によってさあったりなかったりするかもしれない。いた、一階にあった。え、一階じゃない、1階じゃなくない。え、2階、うん2階よ。3階はないね。2階にあって本屋があって、多分本屋、めっちゃローカルな話なんですけど、イオンがある。イオンね、今変わったんですよ。あの見た目がすごい、中がって嘘だ、嘘じゃないよ、2階だよ。だってゲーセンのとこの階でしょえ、そう、リンダコの隣よ。あーってそう、そこに10円ぐらいで取って引いたら出てくる飴です。あー、あってすごい懐かしくてね。リンダコあったでしょ。リンダコあって、なんか長崎ちゃんぽんがあったでしょ。で、うどん屋さんもあったでしょ、橋に。そこら辺に弱くされてたこれ、しかもさ、なんかさ大きいのが出たらさ、なんか当たりなのか分かんないんだけど、大きいの出たら当たりみたいなあったんだよね、自分の中で。この平べったいやつ特定されんように。あ、これはね、高知のイオンの話っていう、高知のもう唯一ねでっかいデパートイオンの話なので大丈夫だよそれはね大丈夫、ラッキー。そう、ラッキー。くじのやつは大きい、当たりが大きかった。あ、そうなんや。私もそんな感じだと思う。こんばんは。こんばんは。57分、よもー。13位のきびだんごひこ兄さんありがとう。12位のぴょんのぴーさんありがとう。メイクいい感じ、ありがとう。あ、買っちゃったね、読み直す。13位のふくちゃんありがとう。12位のみゆさんありがとう。カラコンどうぞいい感じ。
ありがとう。あ、可愛いかな。見えたちょこっと。ありがとう。ちいちのえとさんありがとう。ちいのぴょのぴさんありがとう。メイクいい感じ。ありがとう。けいのわかめさんありがとう。はちのたべもさんありがとう。七位ののりさんありがとう。六位のふみやとマークふふさんありがとう。五位のジェシティさんありがとう。福フェス。なんだろう。行きたいかな。ありがとう。後でコメントで見えたら見るね。ごめんね。福フェスに出れますよ、ニカ。ももかも出たいです。ありがとう。良いの圧倒的ももか不足。ありがとう。青ね。サイのカメラ目線の可愛い顔。可愛い顔キュルン。合ってる?2 位の電話監督さん、ありがとう。1位のジェターさん、ありがとう。大人もも好き。お。大人もも。カラコ似合ってて可愛かった。お、嬉しい。ありがとう。そう、なんか、たまにね、いつもと違う感じの雰囲気の日も、配信ではあると思うので、いろんなももを楽しんでてください。ジェターさん、ハートありがとう。とてきももか不足さん、ハートありがとう。ももかろう侍さん、かわいい、ありがとう。てるさん、かわいい、ありがとう。ジェターさん、バラありがとう。ターさん、これは、なんだったっけ、なんだっけ、ラブレター、ありがとう。出てこなかった。マピアノピーさん、ハートありがとう。ジェスティンさん、だるまありがとう。マピアノピーさん、ハートありがとう。ミミーさん、猫ちゃん、ありがとう。今日もありがとう。バイバーイ。おやすみなさい。